こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シックススピン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシックススピン花に立ちます。その後ろからはチェリー系ポイント、この馬も上がっていく構えです。さらにはメルシーティブレス、3番リンドジョイ、その後ろリリナ、後ろからになりそうです。では前の方から先手を取ったのはチックススピン。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはチックススピン、2番手に12番ファビラスラフイン、チェリー系ポイント、すぐ後ろ、その後ろにサーストンサマー、並んで5番メルシーティブレス、内からはウィンドジョイ、その隣にバブルカフェ、レディアリーナ、それに続いています。黄色の帽子サマーナチュラル、その後ろすぐ隣にアメリカンキス、その横にプレミアムベッド、グロリーサマー、この馬もこのグループ、しんがりからリリナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から13番チェリー系ポイント、レースを引っ張ります。さあ先頭はメイプルアクトレス、チェリー系ポイントほとんど差がありません。アメリカンキス、3番手ファビラスラフイン、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はチェリー系ポイント、チェリー系ポイント、先頭2番手はファビラスラフイン、あと 200m、 先頭はファビラスラフイン、残り 100m、 ファビラスラフイン、粘るメルシーティグレス、迫るファビラスラフイン、ファビラスラフイン1着、2着にはどうやらメルシーティグレス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マヤのトップガン、これはいいスタートを切りました。グロリーキャリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくマヤのトップガン行きました。続いて前へ行くのはリトルアルデル、さらにはジョンズコール、11番メテオミレー、その後ろ。では前の方からジョンズコール、先手を取りました。白の帽子リトルアルデル、その後ろ、すぐ隣にレイエイト、その外からメテオミレー、前のトップガン、後位をキープ、その隣にノーザンスパー、その横にバブルダイヤモンド、フライトファルコン、この馬もこのグループ、その隣にノースリーズン、ハートオブエクセレント、すぐ後ろ青の帽子サニーシグナル、その後ろフリーシュア、すぐ後ろ。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。ジョンズコール、先手を取りました。さらにはリトルアルデル、その隣にベイエイト、その横にノーザンスパー、前のトップガン、後位をキープ、その隣にメテオミレー、その横にノースリーズン、バブルダイヤモンド、この馬もこのグループ、すぐ隣にグロリーキャリー、その外からフライトファルコン、内からはハートオブエクセレント、その隣にサニーシグナル、その横にオレンジカレッジ、しんがりからフリーシュア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はノーザンスパー、ジョンズコール、ほとんど差がありません。3番手に前のトップガン、絶好の手応え。さあ前のトップガン、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。先頭変わって前のトップガン、前のトップガン、先頭2番手はノーザンスパー、懸命に追いすがります。あと 200m、 前のトップガン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。前のトップガン、2番手はノーザンスパー、前のトップガン独走、前のトップガンぶっちぎりです。前のトップガン1着、2着はノーザンスパー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバラヌール、プラウドリーフ、この馬も好スタートを切りました。キーオブラック前に行きそうです。バラヌール、それに続いています。さらにはオーリング、8番タイキブリザード、その後ろ、もう一度先頭から、もう一度先頭からキーオブラック先手を取りました。黒の帽子、プラウドリーフ、その後ろ、その外からオーリング並んで、16番バラヌール、サザンホール、そのうちに続いています。青の帽子タイキブリザード、いい位置につけました。ステイサンダース、そのうちに続いています。その後ろにパレスマスク、その隣にボスラシャン、その横にパーソナルエア、ブロードシャイン、この馬もこのグループ。内からはジェットロバリー並んで、13番サファイアサークル、ブライトリーガル、この馬もこのグループ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここでプラウドリーフ先頭に変わりました。シグナルアンサー、ほとんど差がありません。キーオブラック、3番手タイキブリザード、いい位置。果たして先頭を捉えるか。プラウドリーフ先頭、差はほとんどない。2番手はシグナルアンサー、追いすがる。やはりタイキブリザード先頭だ。ここで先頭に立ったタイキブリザード、あと 200m、 先頭はタイキブリザード。タイキブリザード先頭、オーリング食らいつく。タイキブリザードもう一伸び。タイキブリザード、タイキブリザード1着、2着にはどうやらオーリング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。タイキブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはオールキャメロン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオールキャメロン行きました。続いて前へ行くのはアスマラ、さらにはマウントウィング、14番オペラスポート、その後ろマッハパートナー、後方から先頭に戻りましょう。オールキャメロン先手を取りました。内からはアスマラ、ブラウンサミット、そのうちに続いています。内からはブレイブバッグ、リジュードパール、そのうちに続いています。その外にソングオブフレグランス、ハイモール、そのうちに続いています。内からはアカーリッド並んで、11番アイシーパステル、マーベラスサンデー、後ろからその外からマウントウィング。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはビクトリーサンシャイン、ブレイブバッグ、それに続きます。その外からブラウンサミット、内からはリジウッドパール、さらにはムードグレイン、その外にアスマラ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はブラウンサミット、ブラウンサミット先頭、2番手はリジウッドパール。残り 200m、 残り 100m、 リジウッドパール抜けた。ブラウンサミット追いすがります。リジウッドパール、リジウッドパール1着、2着にはどうやらマーベラスサンデー、勝ったのはリジウッドパール、見事な勝利です。Thank you.
こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサファリキャプテン、パーソナルサンディ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはパーソナルサンディ、さらにはサファリキャプテン、1番ビッグドリーム、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサファリキャプテン、好位置をキープしています。優勢トップラン。並んで3番ストラテジックチョイス、ビッグドリーム、この馬もこのグループ。もう一度先頭から見ていきましょう。サファリキャプテン先手を取りました。すぐ隣にパーソナルサンディ、その横にノーブルビリーブ、ストラテジックチョイス、すぐ後ろ。その隣にビッグドリーム、好位置をキープしています。優勢トップラン。すぐ後ろにシャーミット、その外からセルティックアームズ、その後ろにバトルパーフェクト、青の帽子クロスブレイン、その後ろ。その外にアイアンショー、さらにはキングズシアター、赤の帽子オペラライト、その後ろ。すぐ隣にキングオブフラッグ、すぐ後ろにターフグレイン、しんがりからリンドイーグル。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、2番パーソナルサンディ、一気に先頭に立ちました。その後ろにサファリキャプテン、並んで9番ノーブルビリーブ、優勢トップラン、好位をキープ。その隣にストラテジックチョイス、その横にビッグドリーム。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはノーブルビリーブ、パーソナルサンディ、すぐ後ろ。その後ろにサファリキャプテン、好位置をキープしています。優勢トップラン、黒の帽子ストラテジックチョイス、その後ろビッグドリーム、そのうちに続いています。その後ろにシャーミット、その外からセルティックアームズ、その隣にバトルパーフェクト、クロスグレイン、すぐ後ろ。前はノーブルビリーブ、パーソナルサンディ、ほとんど差がありません。サファリキャプテン3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ノーブルビリーブ先頭、差はほとんどない。2番手はパーソナルサンディ、先頭を捉えるか。優勢トップラン、いい足、ここから勝負をかける。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ノーブルビリーブ先頭、パーソナルサンディ先頭、あと 200m、 パーソナルサンディ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にオペラライト、一気にオペラライト、パーソナルサンディ大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ、最後は大外枠のグローブナンバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはメジロヘラクレス。綺麗なスタートを切りました。石のサンデー、前に行きそうです。サラトガヨーク、これに続きます。メジロヘラクレス、そのうちに続いています。その外にハイキフォーチュン、サミーエイコーン、そのうちに続いています。内からはアロハドリーム、並んで15番マウンテンストーン、すぐ後ろにロイヤルタッチ、その外からグローブナンバー。
内からはサイクルエトワール、ピンクの帽子メジロシリウス、その後ろ内からは大気ドミニオン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から筑波シンフォニー先手を取りました。黄色の帽子石のサンデー、その後ろその外からメジロヘラクレス、並んで16番サラトガヨーク、ハイキフォーチュン、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアロハドリーム、並んで6番ノーブルファントム、サーガシグナル、この馬もこのグループ、その隣にマウンテンストーン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のダンスインザダーク最後方です。もう一度先頭から見ていきましょう。アロハドリーム先手を取りました。筑波シンフォニーそのうちに続いています。その隣にメジロヘラクレス、ノーブルファントムすぐ後ろ、青の帽子サミーエイコーン、その後ろ石のサンデーすぐ後ろ、並んで12番ロイヤルタッチ、その外からサラトガヨーク、内からはグローブナンバー、並んで15番マウンテンストーンメジロシリウス、この馬もこのグループ、サーガシグナル、そのうちに続いています。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭はハイキフォーチュン、ハイキフォーチュンさらにリードを広げます。筑波シンフォニーほとんど差がありません。アロハドリーム3番手、ダンスインザダーク、この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はアロハドリーム、アロハドリーム先頭、2番手はアロハドリーム、アロハドリームいっぱいになった。残り 200m、 サミーエイコーン伸びてきた。一気に捉えるか、ダンスインザダーク、ダンスインザダーク差し切った。2番手はサミーエイコーン、ダンスインザダーク今ゴール。段違いの強さです。ダンスインザダーク1着、2着はサミーエイコーン、これが世界を制した実力だ。ダンスインザダーク